7月31日は、グレゴリオ歴で年始から212日目にあたり、年末まで、あと153日ある。7月の最終日である。アウラングゼーブ、ムガル帝国皇帝に即位ブレラの和訳締結、第二次エイラン戦争終結作家ダニエル・デフォー、さらし台に挙げられる。ダブリンで、ゲール5連盟設立1905年カラフトの戦い、日本が、カラフト全島を占領。 画像は24日のもの、バイマル憲法採択。社会権保障を考慮する、現代的な憲法であった。8月11日制定、8月14日交付。ドイツ国会1932年選挙、国家社会主義ドイツ労働者等が第一等となる。画像は、当日の投票場1940年、東京オリンピックの開催が決定、ヘルマン・ゲーリング。 ラインハルト・ハイドリヒにユダヤ人問題の最終的解決を委任。右画像は1945年のミッテルドーラ強制収容所。作家、飛行士、アントワールド、サンテグ・ジュペリ、偵察飛行中に行方不明となる。左画像は海中より引き上げられたブレスレット。右はタルハヤにあるモニュメント。バスク祖国と自由設立。左画像はシンボルマーク。 右は ETA を支持する、壁外ギリス海軍、1655年から続く、ラムシュの支給を打ち切る。画像は1942年の支給の様子くしろ、出現国立公園指定第一次、戦略兵器削減条約調印。画像左が、ブッシュ米国大統領、右が、ゴルバチョフソ連大統領キューバのカストロ議長、弟ラウルに権力を移譲。なお、 退任は2008年2月24日。科学者、フリードリヒ・ベイラー誕生。教育者、ウィリアム・エス・クラーク誕生。民族学者、柳学邦を誕生。右画像は、聖火芸術家、ジャン・デュビュッフェ誕生。右画像は、クレラー・ミューラー美術館の彫刻経済学者、ミルトン・フリードマン誕生。マネタリズムを主相。言語哲学者、ジョン・サール誕生。経済学者、 ロバート・マートン・ジド文学作家 JK ローリング担当。右画像は、ハリー・ポッターシリーズの第一作を書いた、エディンバラのカフェ・イエズ・スカイ、イグナチオ・デロ・ヨラ・ボツ。啓蒙思想家、ドゥニ・ディドロ・ボツ。作曲家、フランツ・リスト・ボツ。巡礼の年より、泉のほとりで大きく、ポスト印象派の画家、エミール・シェフ・ネケル・ボツ。左画像は、自画像、右は、 ノートルダムド・パリ第17代、アメリカ合衆国大統領、アンドリュー・ジョンソンボツ。児童文学作家、ワルデマル・ボンゼルスボツ。外交官、杉原千畝ボツ。第58代横綱、千代の藤光継没。ボツ。画像は引退後の九十親方、時代クアラルンプールにある国家記念日ハワイ州の、ハタパラグライダーの日。ありがとうございます。